いや気をつけないといけないなと思ったんですけど、急に暑くなったりとかね、体温調節本当に大変だなと思いました。翔太君何かやってます？急に暑くなりすぎて僕まだ窓開けるだけでしのごうとしてるんですけど、エアコンこれ入れた方がいいのかな？つけました。つけました。もうすぐ。すぐ。いや暑いからね、どう調節しないといけないですよね。暑さ対策ねちゃんとしないといけない。ちなみにね、あの試運転とかもしてね、暑さをしのいでいきたいですね。お気をつけください。さあそして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後まで見てください。さあ最初のコーナーは翔太君です。はい、皆さん6月16日が和菓子の日であるということをご存知ですか？知らなかったです。知らないですか？これね、実はちょっと説明すると長くなるんで説明今回省かせていただきますが、皆さんぜひなんでなのかというのも検索してみていただきたいと思います。説明してくれないですか？説明しません。じゃあそれちょっと長くなっちゃうんでね。とにかくまあ6月16日があの全国和菓子協会が制定している和菓子の日になっているんですが、埼玉県内にもいろいろありますよね。十万石まんじゅうや草加せんべい、それから川越の芋菓子など皆さんよくご存知の有名な和菓子たくさんある一方でですね、知る人ぞ知るご当地和菓子もあるんです。知る人ぞ知る和菓子ですか？はい、今回はそんな県内のご当地和菓子を調査してきました。こちらをご覧ください。さあ今回は埼玉県民にもあまり知られていない知る人ぞ知るご当地和菓子2つご紹介していきます。まず最初がこちら、伊賀まんじゅう。何やらとてもインパクトのある名前なんですけれども、果たしてどういう和菓子なんでしょうか。早速調査しに行きます。まずは大宮駅前で聞いてみました。これなんですけど、伊賀まんじゅう。笑ってる。伊賀まんじゅうご存知？知らないです。知らないですか？ちょっと分かんないですよね。そう、うん、聞いたことない。忍者系ちょっと伊賀って聞くとね、イカの入ったまんじゅう。イカの入った、なるほど。でも意外と硬そう。意外と硬そう、意外と柔らかそうだと思ったのに全く逆。アップさん合ってないじゃないですか。大宮駅からおよそ20キロ離れた鴻巣市で同じ質問をしてみました。伊賀まんじゅうって聞いたことありますか？ありますよ。ありますか？うまい。おお、伊賀まんじゅうってご存知ですか？知ってます。知ってます。知ってます。皆さんご存知。甘じょっぱい感じで、はい、美味しいですよね。うん、どこ行ってもね、伊賀まんじゅうって言ってるからね、鴻巣市内じゃね。あの人が集まった時にね、うん、買って皆さんでいただいております。そうですか。はい。なんと同じ埼玉県内でもエリアが少し違うだけで認知度は全く違う結果になりました。果たして鴻巣市の皆さんの常識、伊賀まんじゅうとはいかに。やってきたのは鴻巣駅のすぐ近くにある明治38年創業の老舗の和菓子店、木村屋製菓舗。店先にはひときわ目立つ伊賀まんじゅうののぼりが。伊賀まんじゅうについてまずちょっと伺いたいんですが、結構お店でもよく出る商品なんですか？そうですね、夕方にはなくなることが多いですね、うん、なるほど。非常に人気の伊賀まんじゅうなんですが、どんなものなんでしょうか？ちょっと早速見せていただいてもよろしいですか？はい、はい、こちらになります。さあご覧いただきましょう。こちらが鴻巣市のご当地和菓子、伊賀まんじゅうです。ね、まあ、こう言っちゃなんですけど、はい、これってね、赤飯のおにぎりって言われても。確かにね、そう見える方多いと思うんですけど、それじゃあ半分に切ってみましょう。どうなってるんだろう。こんな感じです。いやー、木村さん、これ赤飯の中にまたおまんじゅうが入ってるみたいな感じなんですね。そうなんですよ。うんうんうん、伊賀まんじゅうはおまんじゅうに赤飯をつけたものになります、見た目が伊賀栗に似ていることから、はい、その名前が付けられましたね。なるほど、なかなかインパクトありますねこれね。いや、かなりあると思いますよ。そうですね。伊賀まんじゅうは旧川里町、現在の鴻巣市が発祥と言われています。羽生市や加須市などを含む県北地域では昔から食べられている和菓子で、田植えの終わりや夏祭り、
お祝い事の際の縁起物として作り振る舞われてきました。まんじゅうと赤飯という組み合わせは一見ミスマッチのようにも感じますが、食べてみると、うん、あの外のお赤飯はすごくもっちりとしていて、これだけでも食べ応えあるんですけども、まんじゅうに行き着くとこうふわっと柔らかい感じがきて、で最後にあんこの甘さが締めてくれる感じがしますね。ちょっと外側の赤飯は塩気も若干感じるんで、その辺のバランスがまた美味しいですね。赤飯とまんじゅうをこう組み合わせようっていうのはどういうところから生まれたものなんですか？もともと農家の方々が左手におまんじゅうを持ってそのおまんじゅうに赤飯をつけながら召し上がってたっていうのが最初だって聞いてます。じゃあ一緒にしてしまえということで、そうですね、生まれたと。同じ蒸籠の中で一緒に蒸してしまえっていうのが伊賀饅頭なのかもしれないですね。なるほどね。なんかいろいろな贅沢が詰まってるような感じもしますね。木村屋さんでは、あんの中に栗を入れた伊賀栗饅頭も開発。こちらも人気商品になっているんだそうです。うん、これも美味しそう。うん、栗の伊賀に似てるというのに栗が入ってないのが不思議な感じがしましてどうせなら入れてしまえばいいかなと思いましてね、入れることにしました。なるほど。栗が入ることでよりね、贅沢感も出るというか、なんだか甘さも含めて絶妙なバランスな感じがしました。これでも伊賀饅頭、ぜひいろんな方にも食べていただきたいですよね。そうですね、うん、一度食べたらやみつきになると思いますよリピーターもね、どんどん増えていってほしいですよね。そうですね、今日また一人ファンが増えたことで、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそということでありがとうございます伊賀饅頭は鴻巣市内では現在6軒の和菓子店などで販売されています。日持ちがしないため木村屋さんでは1日数量限定、売り切れ次第販売終了となります。さあ、続いてご紹介する知る人ぞ知るご当地和菓子がこちらです。塩あんぴんちょっとわからないんですけれども、どういう和菓子なんでしょうか？それではまたまた大宮駅前でリサーチ開始。塩あんびんってご存知ですか？知らないです。知らないですか、はい、イメージ湧きます。塩あんびん、はい、全く想像がつかない。全くわからないですか、はい、塩あんびんって聞いたことあります？はい、塩なんとかっていうのはいろいろあるけど、はい、わかんない。ご存知ですか？いや、わかんない。誰も聞いたことない。今度は大宮駅からおよそ25キロ離れた久喜市で同じ質問を投げかけてみました。塩あんびんって、知ってます。聞いたことあります？ちょっと有名ですね。お母さん実際にお召し上がりになること？ありますよ、あの時々はね、うん、塩あんびんって聞いたことありますか？はい、あ、実際召し上がったことは？あります。ありますか、はい、ご存知ですか？はい、あ、知ってますか？なんかこの辺で売ってるやつですよ。この辺でよく売ってるやつ、はい、塩あんびんってご存知ですか？知ってますか、はい、知ってます。じゃあ結構地元の方だったら聞いたらみんなわかるか、絶対みんな知ってると思います、地元の人は、はい、塩あんびんもエリアによって全く異なる結果に。果たして塩あんびんとは？やってきたのは久喜駅西口から歩いて3分の場所にある田中屋菓子店。創業明治38年、久喜市で愛され続けている老舗の和菓子店です。早速なんですが、はい、塩あんびんを見せていただきたいんですけれども、はい、よろしいですか？はい、お、こちらが塩あんびんになります。さあ、ご覧いただきましょう。こちらが久喜市のご当地和菓子塩あんびんです。いや、これ大福でしょですよね、ゆうたさん、これ僕もね、最初見た時はそう思ったんですけど、うん、外の生地の部分はこれは何ですか？これはお餅ですね。皆さんがお正月に召し上がるあの切り餅ありますよね、はい、あの生地でできてます。なるほど、はい、切り餅が外で中は何が入ってるんですか？あんこです。あんこ、はい、大福とは違う？違います。違うんですね、はい、召し上がればすぐに分かります、はい、なるほど、分かりました、はい。
何はともあれ一口いただいてみることに。うわ、この表情はどういう意味だ。これは衝撃ですね。あの食感、お餅の食感間違いなく大福なんですけども、はい、中のあんこが全く甘くなくて、でしょっぱいぐらいですね。そうですね、結構いい塩梅の塩味が効いていて、はい、これじゃあ味付けとしてはもうお塩のみ、お砂糖とか使ってないんですか。そうですね、お砂糖は一切使ってません。はい、そうなんです、塩あんびんとは砂糖を一切使わずに塩だけで練り上げた小豆あんをお餅で包んだもの。久喜市をはじめとする県北東部地域に昔から伝わる和菓子で、農家の収穫祝いや子どものお祝いの時などに各家庭で作られて振る舞われていたんだそうです。戦後ですね、農家の方があのお砂糖が貴重な時に塩だけで味をつけたあんこにお餅で包んだものって形になりますね。これでも結構びっくりされる方多いんじゃないですか。そうですね、うん、お客さんであのお土産で、先方の方にお渡しして、はい、黙って置いてきた人がいるんですよね。なるほど、はい、皆さん見た目ね、小坂さんも言ったように、はい、大福だと思って食べるんで、はい、もらった方から、うん、あのうちに電話があって、はい、お宅砂糖を入れはぐったんじゃないですかって。っていう問い合わせが 2,3 回あったかな。2,3 回も、はい、久喜市では現在およそ6軒の和菓子店のほか、デパートなどで塩あんびんが販売されています。田中屋さんでは1日数量限定、売り切れ次第販売終了となっています。田中さんのこの塩あんびんのおすすめの食べ方みたいなのってありますか。はい、私としてはないです。ない、はい、っていうのは、うん、あの食べる方の好みによって違っちゃうので、はい、そうなんです、実はこの塩あんびんにはさまざまな食べ方があるんです。今回番組では塩あんびんの食べ方のアレンジを検証してみました。まずは定番の食べ方、砂糖をまぶしていただきます。これね、砂糖をかけるんだったら、はい、ほらやっぱ大福でいいじゃねえかっておっしゃる方ももしかするといるかもしれないんですけど、あ、そうですね、このね、塩と砂糖が交互に来る感覚っていうのは、塩あんびんに砂糖を乗せないと多分味わえない部分ですよね。ないですね。続いて塩あんびんを軽く焼いてから砂糖醤油でいただきました。大好きかもしれない。あのやっぱりね、最初にこう砂糖醤油でお餅の部分があるんで、はい、みたらし団子風の味わいが最初にあるんですけど、はい、最後にこのあんこの塩味が来ることで、はい、ちょっとみたらし団子風の部分、はい、お餅の美味しさ、はい、でとどめにあんこが来るような、はい、なんかね、一個ストーリー出来上がっちゃったみたいな感じがします。続いては焼いた塩あんびんをおろし醤油でいただきます。これはね、もうおかず、おかずです。あ、そうですか。完全にもう甘さは全くないし、ちょっとこうさっぱりね、いただけるっていうのもあると思うんですけど、そうですね、はい、昔からの大根おろしだと胃もたれしないって感じですよね。なるほどなるほど、はい、こちらは洋菓子風メープルシロップをつけてみました。これは食べたことのない味。とても不思議なんですけれども、甘さがぐわっときて最後に塩がピュッと染みる、はい、なんかね、コーヒーとかと一緒に、はい、コーヒーショップで売ったら間違いなく売れるって感じがします。洋風な。そして最後は焼いた塩あんびんをお味噌汁に入れて食べてみました。どうなの。どういうこと。そうですね、それいいかもしれないです。またなんかつけてね、食べてください。これはですね、はい、一気にあのお正月のようなあの贅沢感が、なんかこう味噌の塩味とこのあんこの塩味ってまた違った塩味なんですけど、いい塩梅の塩加減になるんですね。大穴感はありますが、でも非常に美味しい感じはしますね。さあ今日は塩あんびんをいただいたんですけども、アレンジというかも含めて
なんかいろんな可能性がある和菓子なんですね。そうですね、いろんなバリエーションでお客さんの好みで召し上がっていただければと思いますよね、うん、あのどれがいいかは自分で合った食べ方で、そうですね、はい、楽しんでください、はいはい、ぜひ皆さんもお召し上がりください。埼玉県の知る人ぞ知るご当地和菓子、皆さんもぜひ一度ご賞味あれ。あの聞くエリアによってね、はい、知ってる人と知らない人がいらっしゃいましたけど、あの伊賀まんじゅうのところで言ってましたけど、日持ちしないとかね、数量限定っていう話があったから、なかなかちょっと広がりにくいのかなって、限定感があるなと僕は思いましたよね。そのね、限定感の中でも実はお店によってこう味わいとかが違ったりするそうなんで、うん、中でこう濃く浸透していったという部分もあるのかもしれないですね。またあの塩あんびん、はい、気になりますね。なりますよね。あれ私一個アレンジ思いついたんですけど、はい、あの明太マヨを塗って、明太マヨ、チーズ乗せて、うん、オーブンで焼いて海苔をパラパラかけて食べる、どうですか。これ美味しいと思います。やってみたい。でもそれぐらいいろんな可能性が広がる和菓子であるということなんですよね。高橋さんの一番美味しかったのはどれなんですか。はい、あの中だったら砂糖醤油も良かったんですけど、メープルシロップ、メープルシロップの甘さがガツンときた後にちゃんと塩味が締めてくれる感じがして、これはぜひ皆さんも食べていただきたいなということで、ぜひ番組ご覧の皆さんにも塩あんびんのアレンジも楽しんでいただきたいということで、今回番組の視聴者プレゼントに田中屋さんの塩あんびんをご用意させていただきました。ありがとうございます。ぜひあの応募方法番組の最後にお伝えしますので、最後まで番組もご覧ください。はい、翔太君ありがとうございました。ございます。続いては、ウィークリーピックアップです。松井さんお願いします。はい、お伝えします。おいしい梅の収穫が始まっています。梅の栽培面積、栽培農家数ともに県内随一を誇る越生町、今年も旬を迎えた梅の収穫が行われています。収穫している越生町ブランドの紅梅は完熟すると香りが良く、表面は紅色に。紅梅で漬けた梅干しは薄皮で果肉が厚いのが特徴です。他にも青梅が丸ごと入った梅ドリンク、元気100倍など、さまざまな形で越生の梅を味わうことができます。今年も品質の高い梅ができました。越生町特産の紅梅を多くの方に味わっていただければと思います。以上、ウィークリーピックアップでした。さあ、続いてのコーナーはドキンちゃん。はい、現在県立近代美術館では埼玉150周年記念展、埼玉の美術史1871から1960を開催しています。この数字は西暦のことですか。そうです、埼玉県が誕生した1871年から1960年までの埼玉の美術の歴史をたどる展覧会なんです。明治の初め頃から昭和の半ばまでだと思うんですけど、この美術の世界でもかなり移り変わりがありそうですよね。そうなんです。そして今回の展覧会では、埼玉をふるさととしていたり、アトリエを構えていたりと、埼玉にゆかりのある美術家の作品を取り上げています。そんな埼玉の美術だけを集めた展覧会というのも県内では初の開催なんです。埼玉150周年にふさわしい展覧会なんですね。その通りなんです。その展覧会に私もお邪魔してきました。VTR をご覧ください。県立近代美術館にやってきました。こんにちは。こんにちは。いろいろと作品を見ながらご案内をしていただけるということで楽しみに参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。解説してくださるのは学芸員の吉岡さん。今回の展示を担当した方です。今回の展示は埼玉の美術史1871から1960ということですが、1871年は埼玉の誕生の年でも、1960年はこれどうしてこの年に設定されたんですか。埼玉 その近代美術にとって、あの重要な作家が何人か1960年前後に相次いで亡くなっていて、一つの時代の区切りというところと、現在につながるような表現が生まれた時代ということで、1960を今回の展覧会の終わりにしました。埼玉県の誕生から1960年頃まで活躍し、
現代につながる埼玉の美術の基礎を築いた美術家たち。そんな埼玉の美術史を語る上で欠かせない美術家たちの中から、今回は42名の美術家の作品を7章に分けて紹介しています。その中からまずは私におすすめの絵を見せていただきました。今若い方にもとても人気がある川越出身の小村接待という画家の春つけ鳥という作品があります。こちらです。今にも動き出しそうですね。東京美術学校、今の東京芸術大学の日本画科を卒業して、その後若い頃に作家の泉鏡花の本の装丁を手掛けたことをきっかけに、雑誌の挿絵、舞台美術など幅広い分野で活躍した美術家です。こちらの作品は汚染という作品なんですけれども、はい、その汚染という小説の挿絵をもとに、接待の没後に木版画として出版された作品で、細い線がとても綺麗な作品です。細部まで本当に細やかに描かれてて素敵ですね。こちらの作品は日本画なんですけれども、あまり展覧会に出品をせずに個人的な求めに応じて制作をしていたので、数はあまり多くは残されていないんですね。こうして貴重な肉質が今回見られる機会になっています。数が少ないから貴重な一枚なわけなんですね。こちらとこちらが肉質になってます。さて、埼玉にゆかりのある美術家の作品を集めたこの展覧会での見どころの一つに、県民の皆さんにとって身近な場所をテーマにした作品が多いということがあります。こちらは旧制熊谷中学校、今の熊谷高校の図画教師を務めていた大久保喜一という画家の作品で、校舎の中を描いた作品です。この机はまさに学校って感じしますね。小春日和というタイトルなので、初冬の少し暖かい日を描いた作品で、光の描写を得意としたすごく透明感のある作品です。ふわっと光が入ってきてる暖かさも感じますね。図画教師として須田国太や里見明政といった優れた美術家を育てています。同じ先生の下で学んでいても、皆さん個性的なタッチにこうどんどん変化されていくんですね。大久保先生の教え子、須田国太と里見明政の作品は、ぜひ美術館に足をお運びいただいてご覧ください。今回の展覧会では先生と弟子の作品の共演もご覧いただけます。先生が弟子を描いた作品と弟子が先生を描いた作品を並べて展示しています。どちらが先生が描いた作品だと思いますか？左の方が描かれている人が若いから、あっちは先生が描いてですか？当たりです。やったこちらの作品は寺内万次郎の画家圭君の像という作品です。寺内万次郎は浦和にアトリエを構えた画家で、埼玉県美術展覧会、いわゆる県展の運営にも中心となって尽力をしていまして、埼玉県の美術の発展にとても大きく貢献した画家です。誠実な寺内の指導を慕って若い画家たちが寺内のもとにだんだん集まるようになりました。その弟子の一人が圭君、金子徳永です。2つの作品、2人が座ってる椅子がおそらく同じ、よく似ている。本当だこの2つの絵は制作年も同じで、同じ展覧会に出品されているので、もしかしたらお互いにこう描き合っていたのかもしれません。僕描くんで描いてくださいみたいな感じでそんな感じで埼玉の美術史に私も詳しくなったので、ここからはインタビュアーとして来ている方にお話を聞いてみたいと思います。ちょうどあちらにいらっしゃる、実際にご覧になってどうでしたか？いや、見に来たのは臼杵光雄さんっていう方の巻物なんですけども、めったに見れなかったんでよかったなと思って、また他の人たちも埼玉にはいっぱい素敵な芸術家っていうんですか、美術家がいるんで、改めてすごいなと思って見てきました。やっぱり地元なんですごく馴染みのある風景とか出てきますし、こう親近感が湧いたいい感じだったなと思います。それぞれの時代ごとの移り変わりも楽しめますよね。
埼玉に関係のある方々を系統立てて見せてもらえるということが面白いと思いましたし、見せ方がもう変わっていてとても良かったと思います。以上、現場からでした。お疲れ様でした。 ありがとうございました。すごい楽しんでいただけて本当に良かったです。またぜひ遊びに来てください。美術作品って自分で自由に楽しむこともできると思うんですけれど、今日いろんなポイントを教えていただいたので、そんな見方があるんだと思いながら回ることができたのですごく楽しかったです。良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した作品以外にも魅力ある作品が並ぶ埼玉の美術史1871から1960、徹底した新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で皆さんのご来場をお待ちしています。ぜひ足を運んでみてください。今の時代ってすごく便利ですから、作品名だったり画家をこう検索したらインターネットでも、出てくることもあるじゃないですか。それでもやっぱりこう直接足を運んで絵を直接見たら、なんかすごくやっぱりその世界観を感じられたりだとか、細かい色使いとか繊細さ、タッチをこう感じられるっていうのはやっぱり自分も体験したいなと思いますし、あれだけこう一気にいろんな作品を見られるっていうのはすごくいいなって思いますね。ぜひ見に行ってほしいです。埼玉の美術史1871から1960は23日水曜日まで県立近代美術館で開催しています。詳しくは埼玉の美術史で検索してください。作品を通してより埼玉の魅力を皆さん感じ取ってみてください。さあ続いてはインフォメーションです。佐々木さん。はい、今時埼玉の収録や番組制作の裏側を見学しませんか。8月12日と19日の2日間、夏休みスタジオ見学会を開催します。両日とも午後4時ごろから。場所はさいたま市浦和区のテレタマです。小学生とその保護者それぞれ1名ずつの計2名を1組として各日3組を募集します。参加ご希望の方はハガキ、ファックス、または申し込みフォームに必要事項を記入の上、7月9日金曜日までにお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となり、当選者には7月19日月曜日までにご連絡します。落選者への通知は行いませんのでご了承ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。詳しくは県のホームページをご覧いただくか、広報課までお問い合わせください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。小坂井さん。はい、今週のプレゼントこちらです。今回僕が取材させていただいた田中屋菓子店の冷凍塩あんびん6個入り、3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは6月15日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしています。